君の左手、薬指に何やら光るものが。え、結婚するの？だとしたらもう俺君をデートに誘えないじゃん。そしたら君はもう遅いよ。だってなんだよ、俺のせい？もちろん君のせいではなく、誰のせいでもなく、特にさ、深い意味はないんだろうけどね。とにかくさ、おめでとう、だよな。これから大阪まで彼に会いに行くんだってさ。よかったな、素敵な夜を過ごせよう。